北海道日本ハムファイターズの直近10試合。強い、清宮なしでこれやぞ。首位オリックスに勝ち越してるらしい。現状モード入ったか。地味に勝ってるよな。今日のスクイズクソしびれたわ。ハム始まったな。今日で楽天再開。せやで安い若い力で高額老人軍団を撃破や。勝ち出すとエスコンの客も増えてきたし、A 循環やな。ジャスティス最高や。普通にいいの、いいのじゃん。もともと火力あるからな。あとは守りを固めるだけや。健常者のチーム。ハムさんってエラーとか走塁死で勝手に自爆して負けてるけど、真面目にやれば実は強いのでは。真面目にやって自爆してたんだぞ。それだと中日も強いことになるやん。というかそのエラーや走塁死も真面目にやった結果なのでは。これ、地味にやらかす以外は結構ええ試合内容なんよな。あー心中も大したことねえな。まともな監督なのバレバレだよ。ご視聴ありがとうございました。